おはようございますす西田です、えー、10月2日日曜日いかがお過ごしでしょうかというところで昨日はねゲイ、え、ズ、ー、Vol.5 の、えー、本人解説のライブをやらせていただきましてね多くの方々にご覧いただきお集まりいただきありがとうございましたでまたね、えー、お買い求めいただいた皆さんも、ね、本当にありがとうございますっていうところで次はいよいよこちらですねもう僕もここで、えー、写真展サイン数これ もうフルスロットルでこっちの準備にいよいよ入ろうかなっていうふうにまあもちろんね進めてはいるんですけれどもこれでねゲイズボリューム5も皆様のお手元に行き届いたそして解説もさせていただいたってことで次はゲイズボリューム6もねまあ次の1月あたりかな次は12月はさすがにちょっとバタバタしそうなので年末で1月明けてちょっと3ヶ月半ぐらいにはなりそうですがまあさすがにね年末と年明けってなるとねなかなか印刷上も えー、アートディレクターもね大変だと思いますのでまあちょっと話しつつ <laughs> ちょっとやってみようかなと思ったりしておりますがで今日なんですけれども、えー、800g 台で、えー、めちゃくちゃ写りのいい写真専用のカメラを国産メーカーは作れないものかっていうね、えー、議題でございますこれ結構あのめちゃくちゃ難しい話を今日僕してまして要は あの昨日、ツイッター、Twitter、かな、ツイッターに写真あげたんですけれども、えー、ちょっと渋谷ねスナップ行って、まあ、最近よく撮ってるこちらですよ、ライカの M11 と、えー、昨日久しぶりね、このアポズミクロン、最近はず、えー、とズミルクスの 35mm 使った関係もあって、あれなんですか、久しぶりにこのズミクロンの、えー、アポズミクロンの 50mm をガチャッとくっつけて、これが 832g ぐらいかな。 8 3 2ムぐらいかとか 840g ぐらいなんですけども6000万画素ねでまあ写りはいいわけですよで久しぶりに ISO64 で撮れるんですけどもあのまあピーカンだったので渋谷で ISO64 で撮ったビル群の写真がですねやはり強烈なまあその描写性能といいますかまあ強烈なんですよ本当にこのグラデーションすごいなっていう自分も多くのね 写真を見てきております。写真データを扱ってきているんですけどもちろんねデジタルバッグとかも扱ってきておりますが何よりも何度申し上げますけどもこれ 830g なんですよ。830g のコンビでここまで映るのかと。で、もちろんねキャノンとかは、えー、と RP という、EOSRP と RP いう 500g のカメラがあります。まあとはいえ CMOS センサーは 6EM2 ベースで えやっぱアンブの潰れがちょっと早いとそういった中、まあ、あとはねやっぱいい写りっていうふうになってさっき言ったこの 50mm ですよね 50mm の単焦点なんですけれどもこれ 300g でこの大きさでまあまあ写り本当にいいんですよね <laughs> なんでっていうぐらいなんでなんていうなんでこんな小さくてここにで写るのっていうでキャノンがやっぱりそのクラスで写そうとするとこれなんですよねどうしてもね やっぱ違うじゃないですかもうね誰がどう見ても大きさ重さ違いますよね当たり前ですがめちゃくちゃ写りいいですよもちろんでこちらね R5 とここをガッチャンコして撮った日にはもう素晴らしい描写です本当に素晴らしい描写でしかも F1.2 ですからねこちらは、えー、こちらのアポズミクロンは F2 でございます F2。 で、さらに、これは40センチまで寄る,寄ることができます。こっちは70センチまでしか寄れません。寄れば寄るほどね、ボケとか色の収差とかの処理が難しくなるので、確かにすごいレンズなんですよね。まあもちろんこれ、USM、えっ、ー、と、手ブれ補正も入ってはいないので、完全に写真用のレンズっていうふうに考えてもいいかな。ブリージングも大きいので、ムービーで使うってなると、なかなかね、こう、うまーくやんないとっていうところはあるのかなっていうところ。で、 えーとここ非常に今から難しいお話になるんですがじゃあ仮にキャノンが、えー、とこのクラス、まあ、要は6000万画素で、えー、これムービー撮れません m 1 1 6 0 0 0万画素で、えー、こちら 300g 300のこの,この描写をキャノンが 800g 台でやろうとするには果たしてできるのかキャノンじゃなくても究極いいです、まあ、フジフイルムでもいいですし、えー、ニコンでもソニーでもいいんですよ ですがもう世の中の流れっていうのはハイブリッド化の流れですよね何かと言いますとこれ1台で 8K のムービーも撮れるし写真も撮れますよと綺麗に撮れますよっていう流れになるからには要はシュリングというかコンパクトにはできないわけですよね冷却もしなきゃいけない新聞センサー手ぶれ補正も入れなきゃいけないぶれないようにねもちろんこれ手ぶれ補正入ってませんですがぶっちゃけ 被写体ブレを防ぐからシャッタースピード上げなきゃいけないので、まあ、手ブレをし入ってなくてもいいんですよね正直ね6000万画素だとね125分の1とかと一歩間違えるとブレますなので僕は大体いいピーカンだと320分の1とか500分の1ぐらいで撮るようにはしたりしてるんですけれども多少位相が上がってもねですがやっぱりこの突き詰めていくと僕のこの動画チャンネルをご覧の皆様って必然的にムービーあんまり撮る方いらっしゃらないと思うんですよね多分 いるとはもちろん,ちろんいるとは思いいますよいるとは思うんですが僕ももちろん毎日のようにこうやってムービー撮ってます。ですがムービーを作品にまで昇華させるぐらいのガチのムービーそのまあ俗に言う、えー、と B ロールだっけエロールだっけ B ロールなんかこう雰囲気よく 120p で撮って FP ん ?100 なんかスロースローモーションを多用してとか何か雰囲気がありそうなみたいな俗に言うシネマティックなみたいなまあ まあ言うなればまた PV とは違うんですけどねミュージックビデオとはまた違う世界ですがそういった世界の方々よりかはどっちかと,いうとこっちですよね皆さんね要は写真1枚でどういった世界を演出するかっていう風に考えていくとやっぱりコンパクトでで小さくて軽くてて軽写りががいいいカメラっていうのが究極ですよねもちろんコンデジでもね素晴らしいコンデジはありますが やっぱり1インチのコンデジ APS-C のコンデジフルサイズのコンデジになりますとソニーぐらいしかないかなっていうのはあるんですけれども、えー、と結局最後はレンズ勝負になってくるわけですよね。要要ははこのこのクラス、要はもうレレイジファンンダー用のレンザが小さくできるんだよっていうそういったあの意見があってしっかりだとは思うんですけれども。 えまあもちろんいろんなねあの制約がある中でモーターも入れなきゃいけないとかこれはまあマニュアルですからねもちろんねでもそういった中でもとにかく写りがよく、えー、コンパクトにっていうところになるとあとは何かなって考えた時もは、まあ、あとはフォクトレンダーあたりに頼るしかないですよねえっ、ー、とアポランサーアポ,アポランサーでしたっけ、えー、フォクトレンダーでもアポ あの飛球ア,ポアポレンズありますよね50とかちょっと大きいですけれどもそれでもそれが例えばまあキャノンにつくよソニーにつくよとかっていう世界で世界戦で勝負していくっていうふうになるとそうなりますと、まあ、アポロンサが 300g ソニーの α1 とかが E マウントよりありますもんね E マウントよファ α1 もしくは今度もしかしたら出るであろう α7R5、えー、そこに ですよねフォクトレンダーつけてマニュアルで 300g で 600g700g 600弱のベースボディにくっつけて撮影していくとそれが9000万画素とかねその辺になってくるとまたちょっと変わってきそうな気はしますよねですが当面のキヤノンの方向性でいうと、まあ、レンズを まあ開放すすることとはないと思うわけですよ RF レンズ自体のマウントをオープンソース化して他の他メーカーに巻くということはないので、えー、と国産メーカーで唯一期待が持てるのは要はこのクラス 530g ですこれが6000万画素ででこれが 300g このコンパクトさでねあ,あの、えー、とアポランサー小品になるともう一枚に、ね、これ大きくなるんですよね重さは変わらないんですが大きくなる まあもうしょうがないとしてもまあ重さだけで言うとソニーの、まあ、今度出るであろう α7R5 で89000万画素で、えー、アポランサーつけて 300g ぐらいで G マスターもねもちろんソニーの G マスターもいいんですがえっ、ー、と 700g ぐらいあるわけですよねやっぱりねでやっぱり大きいじゃないですかまあもちろん手ブれ補正といいますかまあいろんなレンズ光学とかを考えていくとそこまで大きくせざるを得ないとなるとまああとは腰な フォクトレンダープラスソニーっていうところの描写がどれぐらい映るかっていうところで見ていくっていうのがまあ唯一の国産でここに対抗するには値段もかなりお安く対抗できますよねそうなるとねこのコンビはやっぱ200万コンビですからちょっと異常値なのでリアリティがある意味では再現性が低いですよねですがアル、ま、フ、あ、ァ 7R5 がいくらで出てくるかは別としてまあ4 5 0万円出てきましたでアポランサーが えと10万円ぐらいですよね 35mm50mm があって、まあ、10万円ぐらいってなると、まあ、60万ぐらいでこことぶつけられる可能性は余裕でありそうですよねあとはまあソニーのねあのシャった反応した時のファインダームービーっぽくなるビデオカメラっぽくなるファインダーをマニュアルフォーカスする時にどう思うかっていうところは非常に大きいんですけどもねやはりこの僕自身がなぜライカをやっぱり選んでいるかっていうとここの素通しのファインダーと レイジファインダーが、ね、思いいのほか合わせやすいっていうそして軽い写りがいいっていうところでもう結局は軽さ小ささ、まあ、この小ささはやっぱ異常値ですかねで写りの良さってなるとなかなかこの M11 アポ済みを超える国産装備っていうところがなかなか見えてきづらいよなっていうところ今想像するのは本当何度も言いますがソニーの、えー、ハイレゾリューション機と。 ハイレゾー機と、えー、コシナの組み合わせですよね。コシナ E マウントの組み合わせ、あ、えー、フォークトレンダーの組み合わせか。ここになってくるのかなっていうところで、まあ、これは一度、まあ、えー、もしもね、えー、ソニーのハイレゾー機が出た暁にはね、ちょっとまあ、まあ、ぶっちゃけア,アポランサーコシナのア,アポレンズあんまりデザイン的に好きではないんですけども、特にこの表面のところにこう謎に赤青 グリーンみたいな RGB みたいな色,色の線が入ってるのとかあれはもう僕の中ではね結構うわって思うようなデザイン性なんですけども映りはねかなりいいっていう話なので写りだけに特化して重さもまあ2つ足して 1kg ぐらいか 300g700g 弱っていうところでね 1kg ぐらいでって考えると唯一ここに対抗できる国産 の組み合わせっていう風になりそうですよ、ね、まだでもこれはまだ絵に描いた餅なので今できるとすれば α1 もしくは α7R4 になるんですけども最新鋭の C モスだとおそらく α1 の方が描写はいいはずなので α1 とポランサーというところになるんですかねなのでちょっと皆さんの何かここの組み合わせ意外と対抗できるんじゃないっていうえー、とガッチャンコして 830g ですよこれが。 まあ値段は1回置いておきましょうで描写性能まあ是非ちょっと一回僕のツイッターとかを見てほしいんですけどもちょっとインスタグラムにも後で上げておこうかなと思っております是非ともそのクオリティとっていうところであの 1kg 切るにもかかわらずここまで映るカメラっていうところがなんとか国産でないものかっていうね軽くて映るのいいっていうもうムービーはぶっちゃけいらないっていうここはでも 国産のメーカーカだと今後厳しいですよねムービーもスチルも撮れて当たり前の世の中にどんどん進んでいる中要はライカ的な発想のカメラってほぼ出ないっていうふうに考えていいわけですからそうなっていくと徐々に徐々になんですが僕らスチルを撮る人間からするとソリッドにソリッドに行くからにはもう徐々にライカしか残っていかなくなるんじゃないかっていうねそういった考え方も起こり得るってことで是非とも売れないでしょうけれども国産メーカーにも。 カメラ機能に特化した、スチル機能に特化して写りがいい、そして小さく軽いっていうね、この理想のカメラ開発っていうところもなんとかね、頑張っていただけたら嬉しいかなと思っている次第でございます。というところで今日もお使い方をお過ごしください。西新太郎でした。どうも。